皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワインで乾杯。今日は玉井の塩もみだれ小屋レシピでございます。本日のレシピは油揚げとネギのチーズ焼きです。ご用意いただくものはこちらのとろけるチーズ、そして長ネギをスライスしたもの、そしてこちら油揚げ、本日は油を抜いてあるものを使います。そして玉井の塩もみだれ、以上でございます。早速調理していきましょう。まずはこちらの油揚げですね、こちらにスライスしたネギを乗せます。均等に平らに敷いていくという感じですね。はい、そしたらですね、敷いたネギの上に塩もみだれをよく振って置いていく感じで、ちょんもう少しちょんちょんちょんという形ですね。このような形で敷いていきます。そしてとろけるチーズを乗せまして、あとはこちらのトースターで2分焼いていきます。完成です。個人的にはよくできたと思います。いただきます。お揚げが欲しい、お揚げが欲しい、もっとおネギとチーズを、おいしさ爆発小屋マックス。皆様もぜひお試しいただけたらと思います。それでは皆さんご一緒にワインで乾杯。